周りのこと見えないとやれなかったりするんだけど、あやっときますとかっていう感じでパパパってやったりとかして若いのにいろんなことをこう見て動ける人なんだなって思って、なんかあの時はもうそれが何ですか、自分の本職だと思ってたんで、もうその何ですか、周りのことというか、自分が今ね完璧にやれることって言ったらこういうことだなんで、その時ってジャズ始めてどれぐらい、まだ本当数年とかってそういう感じ？じゃああの時ですよね、ジャズ始めて1週間何それ、そうです、はい、あのビッグバンドに入ってからジャズ始めたんですよ。それまでジャズやったことなかったんですよ、本当に本当に。待って待って、まずじゃあちょっと菊田国広さんの歴史を歴史を黒歴史？違う、黒歴史じゃない白歴史です、白歴史、はいはい、なんかその今日ね一応菊ちゃんのことについて調べてきたわけですよ。で
すごいです。2歳の時からピアノを始めてとかって書いてあって、はい、なんかお父様が調律師さん、ピアノの調律師 で昔からこの何ですかね、ピアノがすぐ身近にある環境だったんですよ。あ、しかもさ、結構な調律師さんだよね。私ね、どっかツアーに行った時に、あの宮城県って言ったら菊田さんで、あと小田島さんとかも ね、あのすごいあの調律師さんがいますよねっていう話を聞いてて、で小田島くんのお父さんだし、うん、菊ちゃんのお父さんだしとかつって、はあ、すごい。そのピアノチューナーさんってさ、私もツアーしてもらって思うけど、本当にその一緒に同行してもらうぐらい重要だったりするから、うんうんうん、だからなんかそういうお父さんがいてっていうのだとね。え、お父さんも管楽器吹きだったの？そうです、チューバ奏者です。へぇ、チューバとあと指揮もやってたんですよ。はい、あ、じゃあもう完全にブラバンの、そうです、そうです、その感じで。ちょっとすいません、なんかいろいろ立ち、いろいろこう動きながら、あ、大丈夫です。すいません、本当によく動くって言ってね。あ、こんにちは、菊田邦博さんです。何回もみたいなね。今こう続々、あ、今11人みたいな。そうですね、人気ですね。いや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 、そんなそんなそんな、あの俺のインスタ配信2人とかもう毎週、いや毎週、調律師さんには本当お世話になってますって北田さんだよ。さっき北田さんのお話をしてました。なんとね、菊ちゃんね、そのここに来る前にずっと練習、朝練中ですって言って朝練して来てくださってて、はい、私も大概あの練習好きなんですけど、あの私たちの大先輩であるあのピアニストの北田良一さんはですね、必ずその毎日、例えば本番のツアー先だったとしても場所取って練習してたりとかしてっていうのを聞いて、うん、もう、ああ、もうこうあるべきだよねっていう話をね、なんかしてたんですよ。北田さん、ありがとうございます。コメントください。お願いします。ってな感じで、そう、なんだっけ、あ、そう、で、ピアノを始めて、はい、そっから、その、いや、異様に耳がいいじゃない。なんかでもその自覚はあまりないんですけど、いや、それが普通だと思って育ったんです。あ、まあまあまあ、そうだよね。なんか昔からなんかうち変わってて、遊びが音楽だったんですよね。はぁ、幼い頃から。うん、例えば、2,3 歳の時とかの遊びは、はい、この音なんでしょうか、ピーンみたいなとかってやったりとか、ミーとか、そうですね、ミーとか言ってましたね。先週ゲストだった山中理恵ちゃんとかも、うん、やばいよ、だって寛喜くんと山中理恵ちゃんの子じゃん。だから街歩いてる時に、はい、この和音はとかって、とかって多分音程を言ってメジャーサードとかね、そういうの答えさせるとかでも恐縮ですね。北田さん、素晴らしい。和音ってどうなのって感じでしょ。すごいっすね、共演が。いやいやいや、すごすぎる。で、それを分かるのはリエちゃんだけなんだって、うん、あのやっぱ絶対分かるから。で、ね、うん、で、あのインスタライブの時には言えなかったんだけど、彼女はね、人の話の聞けない子だったんですってさ。なんでかっていうと、あの音程で聞こえちゃうんだよ、うん、あ、この人はどからその間で喋るなとかっていう風に思ってると会話がもう通り過ぎちゃってとか、そんな天才いるのって思ってたけど、あーあーって何なんていうんですか、そこまでじゃないですけど、うんうん、なんかその全てがなんかこう音として聞こえてしまうっていう時期はあって、うん、でそれがなくなったのが、うん、そのトランペットを始めたきっかけだったんですよ。それが逆になくなったのが、ピアノをやった時はその目に見えて鍵盤を押したら音が出るじゃないですか。だから音として聞こえるんですけど、トランペットになった瞬間、ドを出したら B フラットが出るわけですよ。ああ、そっか、そこの概念変えないと。変わっちゃって、そしたらもうぐちゃぐちゃになっちゃって一回。そしたらもうわけわかんなくなって、もうトランペットただ吹いてるやつになっちゃったんですけど、でもなんかジャズを始めてから、ちょっとその感覚が戻ってきて。ああ、そうだよね、はい。だってもう楽譜なんて合ってないようだもんでさ、なんかその場でどういうふうにこう、成り立ってるかみたいなところだもんね。うん、でもあんまり考えすぎないようにしてるんですよ。そうするとちょうどよくて、今かなり、はい、あの大事な時だけそれ使えるみたいな。確かにね、なんかこう器用すぎて多分そこに頼ってしまうと、本当に重要なのは音楽なんだけど、何かまた別の暗号みたいに聞こえちゃうみたいなことあるかもね。なんかもう本当、例えばなんかあるじゃないですか、よくいろんな出演者が現れていて、うんいてうん、最後になんかみんなでセッションしましょうよってなって、うん、でじゃあキーは何でやる、じゃああれ今回あれでやってみよう、元気じゃないけど、うん、ってなった時にパッて鳴らされて、あ、それねってなれるぐらいのなんですか、感覚というか、あ、うん、そっ
さんとかそういう時だけ考えるみたいな。へえ。絶対音とか私は全然ないから、なんかその辺あのよくわからないんだけど、やっぱり音大時代で絶対音のある人たちはすごい苦しんでた。なんか変な暗号書いてたもん。だからなんかそうやってこうなんとかかんとか対応するみたいなね、ビバップガンガンやってくださいってさ、もうね、あの好きかって言うんですよみんな。本当ありがとうございます。どっかでやりますっていう感じ。そっか、じゃあトランペットを始めたのは8歳ですかね。小学生？小学校2年生3年生ぐらいの。え、トランペットって2年生3年コルネットってこと？いやいや、トランペットです。やっても大丈夫なんですか？やってましたね。まあ、体がね恵まれてますからね。そうですね、はい、それは恵まれてますね。そっか、あ、なるほどね。で、そうそう、私ね、どっかの、そうだ、1月5日にキクちゃんが今年ですね、あと新春シャンシューショー違う、新春ライブをやった時にキクちゃんのバンドで呼ばれたんですけど、あのやっぱキクちゃんが高校生ぐらいの時かな、あのトランペットやべえぜっていう噂があってって言って見に来たっていう話を聞いて、 すごかったんだなっていうの、あ、やっぱキクちゃんその当時からすごかったんだなとかってちょっと思ったりして、なんかありがたかったですね。なんか地域のやっぱ学校とかで、そう、合同演奏会ってあるんですよ。でそういう時に、やっぱり俺演奏してるとみんな見てて、あいつ普通じゃねえぞみたいな感じになってそうか、そうそうそう。でなんか学生の時から高い音は結構得意だったんですよ、だから高い音バリバリ吹いてて、譜面の2オクターブ上とかで吹いてたとかやってたら、なんかあいつ普通じゃねえぞってなって、そう、ちょっと さすがにその時ちょっと鼻も高くなるの。いや、それがその高い音を吹けるって、それもだから俺なんか周りとあんま比べない感じだったんで。どうやってそういう子が育つんだろうね。だって YouTube とか、まあ、動画とか何でも音声の時もそうですけど、見たらだってそれ吹いてるわけ。ママエリックにやしろとか。でも人間が吹いてるんで、同じ人間なんだかできるでしょくらいの感覚です。へー、確かに俺こんな風にできるぜっていう感じ全くないよね。まあ、思わないですね。思えないっていうか、だってヤバい人いっぱいいるけど。まあまあまあ、そうだよね。師匠なんかもヤバいですけど。あ、そうか。あら、そっか、もともとそのトランペットの師匠ってサバンのさ、そういつ出会ったんですか、そのプロになってからです。プロになる時です。なる時に弟子入りして、でビッグバンドに入って、例のビッグバンド。あ、なるほど。それ連れてかれたってこと。そうです、そうです。こういう人いるからみたいな。そうです。どうやったらプロになれますかっていうことを、あの、まあ、その現代っ子だと思うんですけど、Facebook とかに書いたんですよ。どうやったらプロになれるんでしょうかみたいな。現代っ子だね。そう、分かんなくて、単純にやっぱ音大行かなきゃダメなのかとか、あ、そっか、そうなんだよね。こんだけだから上手だったら、普通だったら高校卒業して音楽大学とかっていうふうに思っちゃいそうなところだし。そうなんですけど、そうです、推薦で、あの名前出していいですかね、東工業大学に、工業大学に入ったんですけど、なんか2年生が終わりまでいたんですけど、3年生の時に研究室決めるんですよ。でみんな仕事やりたいに決まって大学入ってるから、まあ工業大だからね。そう、俺はあそこの研究室に行ってああいう仕事をしたい、だからそっちに行くってみんなすぐ決まるんですよ。俺だけ残っちゃったんですよ。だって音楽やりたいんだもんね。はい、あ、音楽で入ったんで、推薦でトランペットで呼ばれて行ってるんで、だから俺もよく分かんなくなってそれ悩むね。そうなんですよ。それで、まあ、恩師の新井富夫先生、富夫さんが、中山？いや、違う違う、あの大学の時の。え、新井先生って大学の時も先生だったんですよ。もう超有名人ですね、新井富夫先生って。私が学生の時、あの向山高校の指揮を振って、はい、もうみんなもうあのジャケットに憧れて、あのっていう時代があったもんね。新井先生は大学の先生もされてたんだ。あの高校が終わって、教育委員会がどっか行った後に大学の先生になってるんです。はい、でその高校でそのいっぱい合同でやったって言ったじゃないですか、その時に新井先生に見つかったんです。で、お前大学来いって言われて、えっつって行ったら、全然もうすごい面白い話なんですけど、入学式の時に学科知ったんですよ。いや、本当にそんな人います。いや、おかしな話ですよ、本当に。あ、学校着いて、お前じゃあ、なんだっけ、入学式みたいなやつ
が確か9時だか10時からあるから、じゃあお前8時半に学校来いと。で、練習棟に来いと言って行ったら、あのハイドンのコンチェルト先生吹いてて、で、それを見て、大島先生うるすねとかつって。え、荒井先生に楽器吹かれるの？トランペットですよ。あなただって元々ベルリンの方でトランペット吹いてた。うっそー、知らなかった。めちゃめちゃうまいですよ、ね、もうやらせたよ。そうそうそう、っていうのを知ってて、ああ、まあ、うん、きっと上手くなれるだろう、行ったらと思って行ったんですけど、うんうん、全然教えてもらえることもなくて。だってコンダクターだもんね。そうです、そうです、うん、で、面白いのが基本式振ってるんですけど、うん、お前が、俺が前に出ろって言われて、うん、で前に出てって、俺が式でと全部、うん、で、先生何やってるかって言うと将棋やってるんですよ。っていう大学生活でした。いわゆる側近ってことだよね。そうですね、もうそういうことですね、うん、家までに行ってましたし。なんかでも側近気質わかる。あの、私も大学の時やっぱり側近で、あの師匠がいるんだけど、いつも必ず師匠の隣にいさせてられて、そのお酒なんか全然飲めないのにお酌係だったり、もうなんか超盛り上げたりとかして、苗木どこ、苗木どこ行ったみたいな感じで、あー、じゃあなんか面白いことやりますみたいな、じゃあ一休さん歌いますとかって歌ったりとかして、そのやらされたの思い出すな。もろそんな感じでしたね。そうなんだね。いや、だからなぜその絶対音楽を志しているはずなのに普通大学行ってるんだよなと思って不思議でしょうがなかったんだけど、うん、ああじゃあでもやっぱりさ、あれだね、導かれるんだね。そうですね。てかもうあの当時はそれこそ、まあ今はもう叶えてるのいいんですけど、結婚して俺は安定の生活を手に入れるんだってずっと思ってたんですよ。だから音楽を諦めなきゃいけないんだ。もう親からもうお前は会社員ちゃんとなれよ。ああ、お父様は自身がもうやっぱり自営で苦労してるからお前はちゃんとそういうふうになれよって言われて育って、うん、って言いながらもどこかやっぱりこう音楽やりたいなーっていう感じでしたね。なんかじゃあその音楽の話の流れから、はい、なんかビーバップやってくれて面白すぎる学生時代ですねとかね、いただいて、もう本当だよね、変わり者すぎてね。マーチンさんか。マーチンさん、そうです。じゃあどうしようかな、ビーバップやってくれって言われたから、はい、じゃあビーバップ、ビーバップ、ルラッパバッパバルラッパルラブルラブルラブル、嘘でも、あの、そうそう、厳しいよね。じゃあテーマだけ、はい、どなり、あ、オッケーです。吹き方、ワン、ツThank you.
一緒に撮ったアルバムなんですけれどもね、はい、それの中にもドナリー入ってますね。こちらでございます。いや、これも楽しいっていただいてますね。いや、嬉しいですね。いや、もう本当こうやって突然振って、いや完全に私最近ドナリーとか吹いてないからごめん。ごめん。あ、今、まあ、ちょうど入りました。やったすごいですね。いやいやいや、でも2巻でっていうか、そのリズムセクションいなくて管楽器2人でなんていうこと私あんまりやらないので。あ、俺もないですよでもキクちゃんと演奏すると、はい、いや、いつもびっくりするんだけども、サウンドが何だろう、周波数なのかどうかわからないけど、うん、サックスであることを忘れ、トランペットであることをこう忘れみたいな。なるほど。何なんですかね。俺は結構そのトランペットを吹くっていう時のイメージとして、うん、サックスのように吹きたいんですよ。っていうのがあって、トランペッターっぽくなりたくない自分。確かにそうかもね、はい、だからですよね。そういうのもあるのかもしれないですね。へー、そうか。だから一緒にその本当にちゃんと一緒にやったのって多分去年 の、はい、あの夏 の、 その秩父エリちゃんのサウンドマップ2020っていうイベントというか、その企画の時に、うん、キクちゃん隣で吹かしてもらってアンサンブル力の高さに、もうそれは多分お互いやっぱりこうクラシックを通ってるからと思うんですよね。やっぱそうなんだよね。いや、こんなにこう気持ちよくサウンドするんだなって言って、もうその私大好きになったんだけど、キクちゃんがね、あのねEverybody wants to be a cat というね、あのおしゃれキャットっていうそのディズニーのアニメーションのエンディングなんですよね、確かね。エンディングは挿入歌か、はい、なんですけど、もうこれが音が似てましたそうなんだよね。でこの前は NHK の特番のね時にね、常善寺ストリートジャズフェスティバルなかったんですけど、 NHK で、まあ、特別番組をあのやらせてもらって、その時にちょっと一緒にこの曲やったんですけど、もうお一人みたいだったよね。そうですね、もう一体化みたいな一体化してたよね。いや、だから本当に気持ちよくって、なんかこういうことってあるんだなと思ってね。でちょっとだけ、今日多分ゴジダッチョにもこの後出演してくださるので、NHK ラジオ第一ラジララジルだと全国で、聞いていただけると思うんですけど、まあ大丈夫か、生息族が弱いため大丈夫ですね。はい、なんか時々あるんですよね。北田さんからですラッパらしくない、わかります。そうなんだよね、それ最高の褒め言葉だよね。いや、そうですね、本当に。で、なんだっけ、あ、そう、太田寛治さんとのそのレコーディングの話とかもやっぱりちょっとしたいなと思うんですけど、もともとはね、そのファーストアルバムも私あのこれ何なんだろう、この多分 Wi-Fi の接続がちょっと弱いと、本当でもそんな近くになるんだよね。それ何 G ですか、ちなみに今接続してるんですか。あ、そういうこと。それもあると思います。皆さん見てる方大丈夫ですか、あの見れてますかね。止まってます、やっぱりどうなんでしょう。たまにとか止まってっても許してね、アーカイブがあるから。そうですね、アーカイブ見てもらえればいいかっつってね。アーカイブ残るのか。そうなんですよ、いや今のやつね。あ、大丈夫って、ありがとうございます。あのまずね、太田寛治さん どうでしたか。私はそのもともとはトリオプラスワンであのレコーディングしてほしいって言われてて見れたり止まったりだって、すいません。で、なんか
徳谷さんっていうもともとこのジュリアンレコードのオーナーさんというかプロデューサーさんが私のところにこの曲をやってほしいんですって送ってきたのがどう考えたって2巻のものしかなくて、そうなんですよ。なんでなんか2巻が多いんだったらもうこれは私一緒に演奏したい人がいるのでって言ってキクちゃんをお誘いしてって言ったらもうなんか大フィーチャリングですね。フューチャリング幸代那由紀イントロデューシング、国広キクタつってもう彼のなんか名前がそうそうそう ねえって言って、いやでもすごいその太田寛治さんのピアノが、もう例えば音出し始めた途端にビバップ出てるね。そうですね、もうイントロからもビバップ、もうどこも何ていうの、何もダメな音がないっていうかね。いや本当にジャズじゃないとこないんです。あ、そうそうそう、ジャズじゃないとこない、本当にその通りだ。全てがジャズ、ただ和音をパンって弾いてるだけなのにジャズなんですよ。そうなんだよな。だからもうある意味その胸を借りるじゃないけど、ね、なんかそういう感じでね、なんかいやでも幸せな時間だったね。なんかもう商品になってお金、ね、で買うものになってはいるんですけども、うん、とても勉強させていただきました、ね、そうだね。本当に私としてはなんかその徳谷さんがやりたいって言った曲を私がその日韓アレンジにしなくちゃいけないっていうのがあったので、セッションでやれるようなね、今みたいなドナリーとかは別にですけれども、こんな曲、例えばダメロンのそのシーンイズクリーンとかやらないよっていう曲をね、あとはそのニール・セダカのラブ・ウィル・キープ・アス・トゥ・ギャザーっていうのをやったんですけども、ポップスチューンですからね。そうですね、あれをなんかジャズにっていうかそのオリジナルアレンジにしてほしいって言われた時にはさすがにもうちょっとええとかって思いながら、うん、でもまあよく頑張ったなと思いながら、素晴らしい出来でしたよね。なんかね、よくもう形になって、はい、ということで、ジュリアンレコードから出ています、2200円とかかな確か。あ、そうです、ね、確かに山の楽器とかアマゾンとか、私のサイトでも、販売しておりますのでぜひ、聞いていただきたいなって言って、あと5分なのだから30分ってさ一瞬そう早いですよね。一応私その、このインスタライブ、はい、スポンサーさんというか協力してくださってる方がいるので、まず、まずお気持ちっていうのを私のサイトの方から投げ銭ぜひ、よろしくお願いします。1年間ぐらいね続けていけたらいいなとかって思ったりしてるので、そして石井賢章さんですね、あ、買います、ありがとうございます。石井賢章さんは、メディアテックを作った方もですね、またねジャズ好きでオーディオ好きか、オーディオすごいファンでとか言って、そういう方もですね。そして、高畑ジャズクラブさん応援してくれてるんですよね。なんか去年のジャズフェスのあたりにはライブに行ったんだけど、もうそろそろ多分いろいろ行ける時期になるんじゃないかなと思いつつね。でちょっと宣伝したいのはこれです。マルットジャズです。オンラインジャズフェスって感じで、もう今週です今週になりますね。10月10日、キクちゃんは出ない予定だったんですが、実はねその山の楽器の2階でリアルタイムにこうライブをやることになっていましてですね、デュオとかトリオとかで丸ジャズだってジャズそうそう、なんでその2階で、ライブをやってくれることになったので、はい、オンラインのジャズフェスのチケットをぜひともご購入いただきたいんですけど、2階だと無料でインストアライブ聴けちゃうというですね。そうですね、だからオンラインはアーカイブで聴いて2階に聴きに来てもらうってどうでしょうね。2階で、はい、で私も1時20分から演奏する、でキクちゃんはその次なんですけど、キクちゃん多分おいでっつって吹かされますから。あ、わかりました、そういうことです、楽しいです、そうそう、もうなんかワイワイセッションみたいな、やっぱそういうなんかせっかく山の楽器でね今4回目なので、うん、ちょっとその辺こう盛り上げていけたらなとちょっと思ったりしています。さあもうなんかこうやってあっという間に終わってしまうわけですが、はい、もう1曲ぐらいいきましょうかね。そうですね、ジャズのスタンダードナンバーから、All the Things You Are を演奏したいと思いますが、その前にMC 心配ってなってます。MC 心配ってね、あ、綾野かよ
奥様から心配されてますけど、お任せください、お任せください、お任せください、 MC に関してはお任せください大丈夫です、キクちゃんはもう人柄が素敵なので、そこにいるだけでもうなんかこう赤ですね、仏みたいな、仏みたいな、はい、アンチパーマにしてください、そうそうそう、キャッ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 いいんです、はい、じゃあ、演奏していきましょうかね、私からいきます、はい、thank you.
45分になってしまいました、はい、いやー楽しかったです、ありがとうございます。30分ってあっという間ですね、本当に一瞬でした ね、一瞬でしたね、あっという間に。もっといろいろこう聞きたかったり、菊ちゃんがお若いのにいろいろと達観されてたりするところで、なんかいろいろこう感受性が強いというかね、見えないところでいろんなケアをしてくれたりとか、一緒にバンドやってたりとかするとすごく思うんだけど、でリーダーとしてもちゃんと引っ張っていく力もあるんだけど、みたいな、まあ、めっちゃハートくれてます、パチ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 ってね、楽しかったですね。ということで今日のこの続きは、今日ゴジダッチャに出演されるので、ぜひとも、ゴジダッチャの方でラスト良かったですってマジさ褒めてくださいましてありがとうございます。来週の、ゲストはですね、ソニド・デルビエントさんっていう、そう、ソニドさん、はい、ケーナのマリンちゃんと、山本さとみさんキーボードということで、うん、でなんかもうナイキさんに曲送りますねとかって言って、ここの、スタジオでやる予定になっております。今日は、私のオフィスの方ですね、フォレストバードミュージックオフィスの方で、ライブをやらせていただきました。今日のゲストはトランペットのキクちゃんでした。ありがとうございました。楽しかった。もう全然足りないですね。足んないですね。ね、足りないけどしょうがない ね。もうおしまいだから。また見てね。ヒルジャズクラブでした。ありがとうございました。ありがとうございます。にゃにゃ。今ハートいっぱい来てます。ところで切ります。はい。早いな。はいですね。一瞬でしたね。一瞬でしたね。難しいね。ノーコメント使う間もなかったですね。これね。本当緊張した。なーにーすごい楽しい。ちょっとさ、もうちょっとやっていい？いいっすよ。ちょっと ブルースじゃあ、タルパルタルタルパブでワンドゥーアンアンアン。
イミング分かったの？分かんない。いや、なんでか分かんない。ありえないよ。分かんないです。あそこはだってありえないよ。なんで会うのかは俺のちょっと謎ですよ。